夫はもともと関西の会社に勤めているので、うん、当初は私も関西に引っ越す予定、口約束をしてたんですけど、うん、途中からやっぱ私関西行きたくないわって言い出しちゃって、うん、なぜ私は自分にも大事な仕事があり、うん、そして鹿児島で、自分なりに社会活動をしている、うん、デモ館のにおいて、うん、安倍政権に対する抗議活動とかを当時もすでにしていたので、うん、そういう活動であったりとか、うん、子ども劇場という地域で、子育てみんなで子どもたちと一緒に育ち合いましょうという活動も、うん、いろんなコミュニティ私にすでにあるのに、それを捨てて、うん、夫の側についていくっていうのが、まあ、まだまだ当たり前なこの社会のことを憲法の観点からおかしいんじゃない、うん、っていうふうに思い始めてしまって。